ユダくんです。うわっ、うわっ、え、股間 Z カップだろ。これ初めてだ。あ、そうですね、この後ですね。まあ散らします、僕は。散らして散らして散らします。おめつけたべやいの。あ、申し訳ない。では、変わりたいと思います。そういう前だけの感じなの。イエーイ。ありがとうございます。まずもっと前行って、おじさんたち物忘れを吐きしてる。30秒で忘れる。なんかキムさんが何キャラなのか分かんないんですけど、多分ゆるキャラです。多分分け目なくてゆるキャラです。以上、レッサーパンダ。はい。キムさん、え、何を、どう、今
の曲は私たちが一番最初に作ったオリジナルの曲で、元はこのキムさんとドラムの湯沢くんとあともう一人女の子いて、その3人のバンドでやってた曲をなんかそこがなくなっちゃったので私たちでやることになって作り直した曲で、次が本当にこの4人で最初から一から作った曲で、新曲で初めてやる曲なんですけど、お題名も決まってなくて、初めて気になるね。いきます。どっかのバンドに似てる。題名も決まってなくて、募集中でしょ。募集中です。ロケ何がいい。それ聞いてもらおうか、命名しよう。あ、ここで命名していただけますか。今日聞いてから。願いじゃない願い。あ、そう。今回曲はですね、僕が割と作ることが多いです。歌詞も全部そこから聞いてもらって。自慢じゃないですよ。そんなのみんなできるじゃないですか。あ、できないやつにそれひどいな。失礼、私に失礼だ。それできないよ。できねえよ。できねえよ。できない。俺とパンツさんってドラマだよ。何でもできない。だってですか。コード使って延長コードくらい。うまい。いやナイス。ほら、このギャグに対してミサちゃん、一言。いいと思います。ユザワ君のギャグよりは全然もう本当に面白い。ユザワは人が太だからな。じゃあ羊羹食べ羊羹だからね。そうなんです。あのバンに芋羊羹があって、で皆さんがあ、それみんな食べていいよって言ってくれて、そしたらこの人が突然やってきて、あ、羊羹だ、食べ羊羹とか言って食べ始めて、ちょっと寒かったよ本当に。若いっていいよね。初々しい。初々しい。いや、結構初々しくなる。僕35歳なんですよ。こう見えても。